ガラス、ガラスの破片、カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。這って進むしかない。腕を傷つけないようにゆっくりと。空気が来る場所が分かる。風をたどればいいだけだ。
方ない、選択の余地はないってことか。